あのなんで僕に来なかったのかっていうぐらい適任だと思いましたね、うん、やっとあのこの最初に声をかけていただいた時は本当に嬉しかったですね。撮影中とか絶対ダメですよね。あ、絶対やってないです。おー、すごい手放しで。ここで披露していただくことはできますか？全然大丈夫ですよ。いや、これはお願いいたします、はい、じゃあちょっと綾部さん、はい、ちょっと寝ていただいて。そういうのじゃないんですよ今日は。今日はいや今日はそういう日なんです。そういう日なんですか？はい、絶対にやるって分かってたじゃないですか。これあって僕が聞いてなかったですよそんなの。いや絶対に分かってた。聞いてたのはちゃんとこのバミリのうちに頭をつけてくださいって言われてそれだけしか聞いてなかったんですよ黄色のバッテンところが頭ですって。それにちょっとそういうことなんですね。 それでは野村さんお願いします。待ってよ びっくりした。で次はちゃんと、あ、それでは野村さんお願いします。ちょっと怖いの。おー、お見事でした。これ余裕なんすか？実際は実際絶対に怪我させないですね。なでも何人かいけそうっすよね。最高4人ぐらいはいけます。スピードがあればもっと助走が取れれば。そうですそうです。この距離だとさすがにあの一人ぐらいにしといた方がいいんじゃないかなっていう。いや素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。あの映像も DMX 乗られてる映像も先ほど出てましたけど、はい、どれくらいのレベルなんですか？あの多分結構うまいですね。日本で指折りだと思います。いや本当それぐらいね、それぐらいうまくないとこれぐらい言えないんで、ちょこっとやってるっていう感覚ではもうないですよね。もう本当に申し訳ないです。これちょこっとやっててこんだけ自信のある発言してたら、うん、申し訳ないです世の中の。逆にちょこっとやってるぐらいで止まれたらたまったもんじゃないですか。ある程度自信がないと飛んでもらわないと。